備長炭いいやん。備長炭。まあその中でも紀州備長炭っていうのが有名。有名です。備長炭で何の木から作ってるか知ってる？ウバメガシ。そう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 。知ってね。漢字は？漢字ないでしょあれ。漢字あるうちだね。漢字ではあんまり出てこないし。なあ、そうやな。カタカナかな。だいたいカタカナでウバメガシって出てくる。みなべ町には梅干し条例ってあんのよ。梅干し条例。みなべ町で、まあ、梅農家さんにかかわらず、その梅に関わる人っていうのは本当にたくさんいてる中で、おにぎりを食べるときは、まあ、梅干し食べて、まあ、梅の消費、地元、地域から盛り上げていきましょうっていうふうな感じの内容の条例になってます。なので、僕もおにぎり買うときは梅干しおにぎりを食べる。へー、毎回毎回買ってますね。でもあれやで、多分1位はあれじゃん、ツナマヨじゃん、うん、1位、多分1位ツナマヨ。そこ頑張らなかい、うん、もうちょっと頑張ってどんどん普及していきましょうよ。そうですね。あれちゃいます、あの梅干しとマヨネーズを混ぜたらマヨネーズの梅マヨの油はあのゼロになるとか、あの人パクるみたいな、そういう、あ、それパクるみたいな。お隣の田辺市にもその梅酒で乾杯っていう条例があるんですよね。え、知らなかった？そんな話。え、田辺市やろ。絶対ない、そんな。あるって。乾杯。うん、梅酒で乾杯。でも日本酒とかもあるよ。日本酒で乾杯とか。あ、でも日本酒やったら言えますよ。あのこの和歌山の原産の日本酒は。うん、え、うん、急に来た。そういうのだったら分かる。どこ？黒牛っていうやつとか、あと何やったんかな、すっごいめっちゃうまいんですよ、ほんまに。うん、そんなんだったら言えるけど、うんうん、1個しかない。これあの、ま、あのこの前あの和歌山 の, あのブラクリ町のあれ行った時にやったじゃないですか。知らない。興味がないもんね。そう、お酒、お酒全く興味ない。そっかそっか。どっちかというとカルピスいっぱい並んでるわけですよ。地元でこうなんか飲料で飲むものであったりとか、まあ、梅ジュースとかも販売もしてあるけれども、あと何だろう、スイーツ系とかも何かあるんですか？美男子、梅の味のものと炭、紀州備長炭の炭パウダーが入ったものとか、あと蜂蜜、あとはバイリンの時期とか特に人気なのは、うん、芋餅。おお、そうやね、梅林のね時期にがメインで販売してるんですよね。だからちょうど今はもう夏なんで、今は売ってないと。芋をお餅に練り込んでて、中にあんこが入ってて、その餅の周りにきな粉がまぶされて、あれ美味しいよね。美味しい、うん、地元の人もめっちゃ買うのよあれ、あの時期になったらね、はい、フィナンシェって何なの？焼き菓子。そう、あ、お菓子。フランス語っちゃいますか？あ、フランス語なの？フィナンシェって、え、フィナンシェ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 、どんな発音なんですかね？フィナンシェ、フィナンシェ、フィナンシェ、なんか出てきそうやった今。これがフィナンシェで、こっちが蜂蜜が入ったやつで、こっち側が梅。あ、その赤いやつが、赤いやつが梅です、はいはいはい、で、この黒いのがビンチョッタンのパウダーが、あ、パウダーなの、炭、はい、そのものじゃないよ、炭そのものじゃない、炭パウダーが入ってます。英語で食べれるん？食べれます。まあ、普通の蜂蜜のやつはね、普通に蜂蜜で美味しいと思うんですけど、梅と、なんだっけ、ビンチョッタン、パウダー、しんちゃんどっち行く？ね、僕し、梅、梅、ほな、蜂蜜。炭でいきます。僕炭いきます。炭いくん、はい、ほな僕蜂蜜。蜂蜜も地元の、うん、地元産の蜂蜜。すげえ。いただきます。はい、おお、おいしい。梅ものすごい梅、うん、梅梅梅梅って下ほんで甘いよ。だから上顎梅で下下蜂蜜、蜂蜜も絶対おいしい、うん、え、絶対おいしい、100% 美味しい。うん、フィナンシェって美味しいな。美味しいですよこれ、うん、ちょっと爽やかな、なんか、うん、フランスのカレーが見えてる。すんごい美味しい。ありがとう、フィナンシェ。梅卵って何なの？梅卵だな、あれでしょ、あの梅食べてる甲賀運搬でしょ。そうそう、梅は食えへんと思う。A さん
鶏の餌に梅酢をその混ぜた餌で育った鶏がまあ梅鶏で、そのまあ梅鶏から取れた卵が梅卵で、それを使ったケーキ。昔からあのポテトチップスとかカッパエビせんで育った世代やからあんまこうなんか横文字があんまりわからんのよ。ケーキってケーキはわかるけどフィナンシェロって何やったっけ。フィナンシェロとかおこれ何やろ、これ何か入ってる、うん、梅酒入ったの、うん、入ってます。めっちゃ酔ってきた。いや、そう味はもうめっちゃわかりますよね、うん、お酒すごいわかる。梅酒の感じも入ってるし、うん、お酒がすごくわかる。え、でもちゃんとごめん、もうめっちゃ酔いだわ。嘘、うん、梅感あってすごく美味しいですけど、酔ってはないけど、うん、ごめんな、喋れんようになる。あ、それはダメ。ありがとうございます。